テクノロジーの進化により旅客機はより高い高度を飛行するようになりました。滞留圏を超えて成層圏で飛行できるようになり、よりスムーズに素早く移動することができるようになりました。つい先日引退したコンコルドは民間旅客機なのにマッハ 2.2 で飛行していました。このように生活が便利になった一方、その副作用を忘れてはいけません。地球には宇宙船が太陽や宇宙空間から降り注いでおり、高高度飛行をするとその影響が出てしまいます。宇宙船による被曝が発生してしまっているのです。宇宙船は大きさは1ミリメートルの1兆分の1というとても小さな粒子です。これが毎日太陽や銀河から地球に届いています。それぞれ太陽宇宙船と銀河宇宙船と呼ばれています。宇宙船は放射線の一種です。地上で生活していれば宇宙船が人間に害を及ぼすことはありません。地球を覆っている大気が宇宙船を吸収してくれるからです。宇宙船の影響は空気の濃さに関係し、上空に行けば行くほど空気が薄くなってしまうので、人間に与える宇宙船の影響も強くなってしまうのです。紫外線も太陽から放たれて人間の皮膚を黒くするなどの影響があります。太陽や宇宙空間からやってきて人間の人体に影響を与えるという意味では同じ分類になるでしょう。しかしこの2つの大きな違いは、紫外線は金属や日焼け止めで食い止めることができるのに対して、宇宙船はジェラルミンなどの金属ですら食い止められないのです。飛行機のボディを貫通してしまい、今のところ防ぎようがありません。なのでパイロットのみならず乗客や客室乗務員など全ての機内の人は宇宙船により被曝してしまっているそうです。より高い高度にいることが多い運航乗務員や客室乗務員のトータルの被曝量は計り知れないものがあります。1982年に発表された国連科学委員会報告書によると、海面高度で生活をした場合、宇宙船の被曝量は年間約 0.3 マイクロシーベルトだそうです。一方、空高く上がれば上がるほど被曝量は増えます。現代の多くの旅客機は4万フィート前後を飛行しています。ちなみにエアバス A320 が上がれる最高の高度は 39,800 フィート、または 12.1 キロメートルまでで、ホンダジェットは 43,000 フィート、約 13.1 キロメートルまで上昇が可能です。なのでこの表の10キロメートルまたは 33,000 フィートと12キロメートルまたは 39,000 フィートの被曝量を見てみると、 33,000 フィートでは 2.88 マイクロシーベルト、 39,000 フィートでは 4.93 マイクロシーベルト被曝するというデータがデータになっています。これによりいかに高高度で飛行するとより多く被爆してしまうかが分かります。ボーイング747の機長であった杉江さんは次のように著書に記されています。国際放射線防護委員会 ICRP が1990年に出した勧告によれば、年間平均1ミリシーベルトの放射線被爆をした人が一生の間に生じる致命的ながんの発生確率は 0.4 とされている。国立がん研究センターが発表している最新がん統計によると、2017年にがんで死亡された方は373,334人だったそうです。さらにがんで死亡する確率は男性で 25%、 女性で 15% になるようです。少し前に乗務員不足によりパイロットの定年が67歳に引き上げられ話題になりました。多くのパイロットは20代前半から定年まで約40年間飛行することになるでしょう。この間にずっと宇宙船で被爆をし続け、発がんしやすくなっていくということだそうです。まだまだ男性操縦士が多い世界ですので、もしかするとパイロットの4人に2人や4人に3人が癌で亡くなられているかもしれないですね。杉江さんはパイロットが世の中の人口に占める割合が非常に少なかったり、飛行機が高高度飛行するようになってまだ年月が浅いので、パイロットの癌死亡率の研究が遅れていると指摘しています。さらに癌死亡率は全産業で働いている労働者の中でトップであることには違いがないだろう。航空機乗務員の癌発生率は理論的には一般の人や原発職員よりも高いことがわかるが、実際にはがんでどれだけ死亡しているかという統計はない。私の同僚や先輩たちを見ると、乗務員は50歳を超えるとがんで亡くなる人が多いように思えるし、現役を引退した後に長生きしている人は案外少ないという話は聞くと、ご自身の著書で語られています。一見華やかな職業に見えるパイロットですが、その裏では目に見えない宇宙船との戦いが待っています。多くのパイロットは宇宙船を浴びるのは良くないとただなんとなく知っているだけではないでしょうか。なぜなら自分から積極的に調べたり勉強しないと、特に会社側から宇宙船と被爆とがんの関係性などを知らされるわけではありません。職業柄同じように被爆をするといえば、
原子力発電所の管理をする方や放射線技師などでしょう。このような仕事上で放射線を扱う人は年間被曝量が50ミリシーベルトまでと決まっています。また ICRP の勧告ではさらに条件が厳しく年間20ミリシーベルトまでとなっています。しかしパイロットの被曝量は法律に守られていません。宇宙船による被曝は人工的なものではなく自然に地球に降り注いでいるものだから現段階では職業被曝の保護などの規制から外されているそうです。今後超音速飛行などでさらに飛行機の巡航高度は高くなりこのままでは被曝量がさらに増えることでしょう。ちなみにコンコルドは5万5000フィートから6万フィートを巡航していたそうです。なのでコンコルドのパイロットは被曝の理由から数年コンコルドに乗務したら普通の旅客機に戻っていくと菅さんは聞いたことがあるそうです。今回はあまり触れられていないパイロットのネガティブな部分を取り上げてみました。